医学用語禁止でございます。わかりました。マイク入ってなかったんで、はい、電源を。わかりました。お願いします。電源入れました。はい、あので医学用語を使ったかどうかに関しては、はい、あなんかこれは様子がおかしいと思ったら申します。わかりました。了解です。一つ目、はい、古い角質を剥がさないと肌がゴワゴワになる、うん、これ明らかに体系的な医学的な知識とも矛盾してますね。でどういうことかというと、人の臓器、まあ、角質も、臓器なんですね。もう当然ながら角質という、まあ、基底層がどん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 マチュアな状態になっていって脱殻してケラチンになって、すごくやばいですねこれね。もう逆になんか見逃しちゃいかない。ずっと言ってない。まあ医学的に角質というとですね、表皮があって、その下に真皮があって、その間ですね、その境目に表皮を作る細胞があって、それがどん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 細胞分裂していって、上の方に上がっていって、でそれがもう死滅して剥がれ落ちる。これをいわゆる一般に皆さんが知っているターンオーバー、これ医学用語ではないですね、ターンオーバーといって剥がれ落ちていく。でこういう機能を持った細胞があるんですね。で角質というのはその細胞が作り出している人体の臓器ですので、必要があって作り出している、つまり不要なものではないんですね。でよく皆さんが誤解するのが、一番誤解するポイントというのは、角質って削り落としても痛くも痒くもなんともないんですよ。そこが重要なんですね。例えば、変な話ですけど、バイクスーツってあるじゃないですか。あれ死んでる動物の皮ですけども、あれは転んだ時にあれが身代わりになって破けてくれたりとか、あれが身代わりになって人体を守ってくれるんですね、死んでるやつですけれども。同じように角質というのも、自分自身が死んで我々のその表面を覆うことによって我々の体を守ってくれてるものなんです。だから極端な話を言うと、バイクスーツに乗らないでバイクに乗ってる人と、バイクスーツに乗ってバイクに乗ってる人ぐらいの差はあります。我々人間がこういろいろな雑菌があるところで生活している時には、そういうような、いきなり直接人体に入るものではなくて、やっぱりそのバイクスーツみたいに死んでるけれども我々をコーティングしてくれるみたいな存在が必要です。これが角質というものなんですね。だからその角質を剥がさないとっていう、この前提からしても、我々がその学んだ体系的な医学的知識からすると全然ナンセンスな話です。だから剥がさないとって、いや剥がしてどうすんのっていうことで、肌がゴワゴワになろうが肌がシワシワになるみたいな、そういうようなことがあろうとなかろうと剥がしちゃダメです。角質は ER ってその救急車が来るんですね。でまあ時々ホームレスの人が来ることがあります。でこれ、まあ、赤は水で洗い流すとか、我々入浴して、まあ、無理して石鹸で洗い流す必要はないんですけれども、まあ、入浴もしてないみたいな人が来るわけですよ、真っ黒で。でその人をまず、病院の ER に備え付けてあるシャンプーとか石鹸で、まあ、洗うわけです、診療前に、まあ、洗える人はですよ、お腹痛いとか。そうするとですね、ツルッツルの肌が出てきます。だからその古い角質どころか赤が溜まりまくってるような人、まあ、それはもう触るとボロボロとは落ちるんですけれども、だから肌がゴワゴワになるとどういうことなのかなっていうのがちょっとよくわからないし、でも古い角質を剥がさなきゃいけないっていう YouTube ってもう恐ろしいほど出てきますよね。肌がゴワゴワするっていうのを、表皮が分厚くなってる状態だっていうふうに捉えてるものもあるんですけど、人体の仕組みとして何もしてないのに表皮が厚くなっていってしまうなんてことはあり得るの？ですね、その病態はあり得ますよね。汗腺とか、例えばある種のレチノールみたいなものを使うと、表皮が分厚くなってきます。どういう、もう分かりやすく言うと、表皮の一番下の層にある細胞が、いわゆる角質、まあ、ケラチン、まあ、これ医学用語ですけど、まあ、角質の、
まあ、角質を作ってるわけですね。ここちゃんと説明する回ということで、はい、ちょっと医学用語を使っていきましょう。はいはい、表皮の一番下にある細胞がその、まあ、死んだ赤みたいな角質を作ってどん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 上に上がっていきます。でその剥がれ落ちるタイミングと作る量がバランスしている状態が健康な肌の状態ですね。だからその剥がれ落ちすぎると表皮が薄くなるし、剥がれ落ちるのが遅くなると表皮が厚くなるし、逆にいろんなファクターでその表皮を作っている細胞がどん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 表皮の元となる角質の元となる細胞を作りすぎちゃうと厚くなっていきますよね。だからいろんな要因があるんですけども、大体汗腺っていうのはその表皮を作る角質を作る細胞が分裂しすぎちゃってるんですよ。そうすると異常角化、角化の異常っていうんですけれども、それがどん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 こう剥がれ落ちる前にどん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 新しいものがどん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 出ていくので、それでもう溜まっていくみたいな状態ですね。ただもうそれは病的なので、外の角質を落として解決するというものではないです、うん、でレチノールっていうのはその角質を作る細胞に働きかけて角質の分裂を早くする促すみたいなものがあります。だからそれは前の動画でも話をしたんですけど、非常にちょっと違和感があるような状態ですよね。汗腺というような状態、肌がゴワゴワするっていうことが、うん、角質が分厚くなっちゃってることだよっていうふうに言ってるのは、まあ、本当にかの有名なエイジングケア化粧品を出していると呼ばれる、まあ、ここピエッとしますけど、古い角質を剥がさないとそれがどんどん剥がれずに溜まっていくという発想なのね。そうです。健康な肌は角質が一定に保たれているけど、その通りです。その通り。角質が飛行してしまっている分厚くなってしまっている肌っていうのは、うん、これは肌がゴワゴワしている。ああ、そんな状態は医学っていうのは生理学と病理学っていうのを習うんですね。で病理学っていうのは病気的な状態で、病理学を習う前に人体の正常、当然その角質の正常な状態とか、それから心肺の正常な状態、それから心臓が正常な状態、まあ膵臓が正常とは何かっていうものを習う学問があるんですね。で角質はどん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 溜まっていって剥がれ落ちないなんてことは習わない。生理学の授業で角質はある一定の周期で剥がれ落ちていくものって習うんですね。だからそれと真っ向反対の意見ですよね。角質は剥がれ落ちずに、角質を剥がさないと、人為的に剥がさないと生理学的にどん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 蓄積されている、そんな知識は絶対ない。これは 100% どんな医者に聞いても、だからこの人たちって生理学を学んだことがないんじゃないかな。普通学ばないんじゃないですか。学ばないんでしょうね。医学っていうのは正常な状態があって、どれだけ変異をして病気になってるかっていう、そういう学問体系なので、正常な状態では角質が溜まってゴワゴワするっていう生理学はないです。存在しないです。仮に角質が溜まってしまって、それは病理になりますね。だから生理ではないです。病理ってことはいわゆる病的な状態ですね。だから多分100歩譲って、そのかの有名な角質を落とさないと表皮が飛行していって剥がれ落ちない状態になってしまうっていう病態はあると思うね。例えば汗腺とかで、汗腺に使っちゃダメですよ。かの有名な化粧品、かの有名な化粧品をその角質が剥がれ落ちずに溜まっていってしまう、これもう生理ではなくて病理になってるので、病理の状態だったらメディカルにアクセスしてくださいっていう話です。乾燥すると、うん、肌のバリア機能が正常に働くなっ なくなる。それは事実。それはなぜかというと、角質の部分が剥がれやすくなってしまうからので、うん、肌は自らを守ろうとして、うん、その通り、さらに角質を厚くしていきます。角質を厚くするというよりも、角質って死んでるので自ら角質は厚くなりません。ならない。切った爪が見るか増殖することはないと一緒です。だここの部分でまずが角質という生理学を分かってない。角質って髪の毛とか爪と一緒なので、自ら増殖することはありえない。で角質を増殖させるのは、ちょっと医学用語を使うんだけど、基底細胞というやつですね。
いわゆるその角質を作り出す、女王蜂みたいな細胞です。それがいっぱい角質の元を作り出します。それは合ってますね。でただこれはなぜかというと、角質が薄くなったことによって角質を補充するために角質の元を作り出す細胞がいっぱい働き出すということです。むしろ薄くなっていることを代償というか、まあ補填するために動き出すっていうのが正しい生理学ですね。というかこれを書いた人呼んでほしいな。まだ何個かあるんですよ。はい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 。2つ目冷え、冷えることによって血行不良が起こります、うんうん、それは、皮膚ってすっごく雑にされてる臓器なので、一番最初に血流が途絶える組織ですね。だから血行冷えることによって内部深部に血流を多くして体を守ろうとする。これ正しい、はい、正しいによって、うん、肌の細胞に栄養が行き渡らないことにより、うん、ターンオーバーが乱れる。ありえん。これ結構みんなそう思ってそうな、これってすっごくなんていうかな、その理論の飛躍があって、血行が乱れると細胞に影響がある、もうこれ確かなんですね。じゃあどのぐらいの期間血行が途絶えると細胞に影響があるかっていうことがより重要なんです。で例えば脳細胞とかだったら数分、まあ、10分途絶えると全部死滅します。脳ですね。だから心臓が動かなくなった時にAEDっていうやつがあるんですけど、あれはすぐにやらないと脳へ、心臓が動かなくなると脳への血流が途絶えて、ゴールデンタイムが多分7分ぐらいですね。心臓が止まって7分経って心臓を再開、鼓動を再開したとしても脳死してるのでもう戻ってこない、こっちの世界に。だから脳細胞に関しては血流が途絶えるとかなりクリティカルな状態が起こります。で皮膚ってええ加減な細胞で、本当にええ加減でこう何か緊張するとすぐ血流が途絶えるんですよ。でちなみに血流を途絶えるためにぐるぐる巻きにして、指をぐるぐる巻きにして1時間ぐらい置いておいたとしても指は死に、皮膚は死にません。それからよく死人のひげが生えるっていう現象はあるんですけども、それは皮膚が死んでないからなんですよ。で、あと触皮術っていうこともやるんですけど、皮膚って一回生体から剥がしても全然問題なく生着するんですね。それは冷やしもせずに、心臓の場合だったら、心臓移植の場合だったら、仮死状態というその、細胞の代謝を、細胞です、うん、まあまあまあマグロだって冷凍しとくと新鮮に食べれるじゃない。あれと同じように心臓も冷凍しておいてと時間が止まるのでそれで移植するんだけど、皮膚はその必要はない。あ、常温保存、常温ですよ。あ、常温保存で限りがあるけれども、でもね、その普通の寒さ、生きてる人が被る寒さのストレスと皮膚を剥ぎ取ってここら辺に置かれるストレスって、皮膚の身からしたらストレスの度合いがもう桁違いに違います。その桁違いストレスの違いのストレスに置かれたとしても皮膚はノーノーと生きてます。 もちろんその組織壊死をして凍ってしまうぐらいにいってしまうと、これは血流の問題ではないので、もう指そのものが破壊されるみたいな、真っ黒になっちゃう。そうじゃあ原因として冷えっていうのは、その冷えってあんたマイナス80度に3日入ってんのかいみたいな冷えですよ。そしたら起こる。夏の冷房によって体が冷えてしまうことも、角質が分厚くなってしまう、ならない。本当に多分想像して書いてるんだろうね。ちなみにあと3つあります。はい、言ってください。原因3、はい、紫外線。ああ、紫外線ね。日中の紫外線も角質の飛行を引き起こす原因、角質が分厚くなることを原因、引き起こす原因となります。ならない。むしろ逆ですね。僕も今思いました。うん。不可療法。そう。逆じゃない。真逆ですね。なんなら薄くなる。薄くなると思う。というか、それを書いた人って誰？あと2つあるんです。はいはい。角質が分厚くなる原因の4つ目、はい、栄養不足、
体の新陳代謝と関係があるビタミン A やビタミン B 類が不足することで、うん、新しい細胞が生まれにくくなり、あ、それは合ってるでしょうね。古い角質の肌の上が押し上げられずに角質が厚くなります。それはない。ないないない。これ押し上げることによって角質が剥がれるのではなくて、もう死んでる組織なので、角質はもう死んでます。死んでるので、一人でに物理的に剥がれていきます。生体現象ではないです。物理現象です。だから押し上げることによって剥がれるのではない。だからこれも皮膚、まあ、人体の生理学を学んだことがない人が日常生活でなんとなく想像した記述ですね。髪の毛に生体現象はないんですよ。角質にも生体現象はないんですよ。爪にも生体反応はないんですよ。角質にもないんですよ。物理学的な法則、乾燥とかね、そういうようなものによって剥がれ落ちていってしまう。で、その物理的に剥がれ落ちるというものを察知して、その角質を作る細胞が働いたり働かなかったりするという生体現象は起こる。で、ラスト、はい、言語、摩擦、摩擦、はい、摩擦などによる肌への刺激も実は角質が厚くなる原因となります。それは厚くなるでしょ。厚くなる方向に基本の実感があるな。うん、ある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 でしょうね。例えば摩擦、過度な摩擦を起こしたりするとタコができたりするからね。ただ薄くなる現象もある。例えば、うん、うん、あの生体の反応ってそんなに単純な反応はしないので、摩擦を浴びたらタコができるので、こすったらここにもタコができるかというとそんなこともなくて、例えば軽度の摩擦とか、例えば、軽度の摩擦を日常的に与える、それから軽度の摩擦を与えて角質を剥ぎ落とすようなことをしているとどうなるかというと、タコができるという生体反応は多分起こさないと思う。毎日毎日スクラブ洗顔をし続けるみたいな摩擦っていうことです、うんうんうん、でも結局としてそれをやっていると、多分そのタコができるっていうのは角質層、角質を作る細胞が反応して角質をいっぱい作っていく、それはあるな、あるうる現象だな。だけどその現象が普通の摩擦によってどん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 厚くなっていくほど、そんなにバカな反応はしないとは思う。一つのキーワードとして出てくるのはホメオスターシスっていう言葉が出てくるんですよね。だからその、何かの方に触れたらこちら側の方に戻す、何かの方に触れたらこちらの方に戻す、ただし戻せないほど刺激が与えたら、例えばタコができるとか、例えば食道がんができる時もそうなんですけど、熱いものを食べると食道がんにできるって言われるんですね。言われるんですよ。熱いもの、まあ、リスク、あの発がんリスクが熱いものなんですけど、ただその食道がんができる時も熱いものを食べたとしてもがんにできる方向に多分動くと思うんですけど、やっぱこちら側に戻すんですよね。で、そういうような状況がもう恒常的につながってると、ホメオスターシスのいわゆる恒常性っていうんですけども、常にその正常に人体を通常の状態に保とうという機能を超えて刺激が加わると発がんしてしまうとか、そういう現象が起こる。タバコもそうですよね。タバコを1本吸ったからといって肺がんにはならんのですよ。それは人体の肺の恒常性が働いて、悪い発がん物質が入ってきたけども正常に戻そうとする、悪いものが入ってきたとしても正常に戻そうとする、だけどその範囲を超えるとがん。だからタコも同じような文脈で考えるといいと思うんですよね。まあ体操をやってタコができるっていうのは多分、表皮が剥がれ落ちた、で正常に戻そうとする、でもすぐに表皮が剥がれ落ちるような刺激が加わるということでタコみたいなやつができちゃう。というわけで以上が、まあ、有名化粧品企業の公式の記事ということで、これ実は1から5個ぐらいまで準備してて、まだ1なんですけど、なんと本日はとりあえずこれ1だけはい、皆さんだらだらと私の話を聞いていただきまして、ここの私の最後の、場面までたどり着いていただき本当にありがとうございます。だらだらと話をしてしまいました。本当は今日5つ話をしようと思ったんですけれども、1つしか話せなかったので、もし、皆さんから、まあ、いいねボタンでもバッドボタンでもいいです、何か、コメントが1000件あったら、
ね、はい、何か反応が1000件あったら、あ、じゃあ合計1000件でいきますか、うん、合計1000件バッドボタンもいいねボタンも合わせて1000件反応があったら、他の私が考えている、今日言おうと思った残りの4つについてお話ししようと思います。今日は本当に長々と、私に付き合ってくださいましてありがとうございました。またご視聴の方よろしくお願いします。